どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回ですね、私の今のトロフィー数見てもらえば分かるんですけども、3485、私のツイッターフォローされている方なら分かると思うんですけれども、私3500に行ったぞっていうですね、ツイートをしたんですよ。その直後に星3取られました。そのリプレイを早速見ていきましょう。はい、まずですね、編成から見ていきましょう。編成はゴレ3、ペッカ3、ネクロにウィズ12ということで、もう相当重量級ですよね。5ワイプに言うにしても、5ウィーウィーって言うにしても、ちょっと、ウィザードとネクロマンサーの数が少ないので、ゴレペッカっていう名前がやっぱ一番ふさわしいかなと思います。今回この動画を見るにあたって、この配置の強さっていうのを、この配置の強いところっていうのをちょっと本当に簡単に紹介しておきます。このですね、どこが強いかっていうのを知らないと、ちょっと、わからないので、まずですね、この配置の強いところというのは、見てください。中心部にですね、このように資源が、硬い防衛、硬い HP の硬いですね、施設が揃っているんですね。そしてなおかつ防衛施設が、1、2、3、4、5?5 かな ?5 個しかない、あ、6個ですね。安いパー含めて6個しかないんですよ。要するに、ここからゴーレムで行こうがなんだろうが、周りに防衛施設が、回っているので、ゴーレムは端にそれてしまうんですよ。そして、もしここにジャンプを打ったとしても、ペッカとか、ネクロマンサーとか、バーバリアンキングとか、アタクインの無差別攻撃部隊がですね、入ってきて、ゴーレムが横にいる状態なので、裸の状態で攻撃を受け続けるんですよ。なので、結構、事故率が高いベースなんですよね、こういう系は。それなのにもかかわらず、さあ、リプレイ見ていきましょう。もうゴーレムを出してきました。今はですね、言ったその強さというのを、ちょっと念頭に置きながら、この解説とかね、状況って判断、状況を聞いてみてください。そして、ペッカとかですね、ネクロマンサーが出てきて、バーバリアンキングも出してきました。ここでですね、ジャンプの呪文をポチンと打つんですけれども、ここでアーチャータワーが破壊されるんですよね。要は、もうこの道ができてるわけですよ。しかもね、私もここに隠しすら置いたのバカだったなって思いますね。まあ、隠しすらがなかったところで、まあ、この距離だと対空砲には行かないかなっていう距離感ですよね。はい、そしてもうね、もうほぼ、ゴーレムが全員入ってきました。中心部に。そしてペッカ一人それてます。ゴーレム一体とペッカが一人それていますけれども、ゴーレム部隊が入っているので、こちらのネクロマンサー死んでないんですよね。インフェルノタワーのターゲットが取られていない状況なので、ここでバーバリアンキングとかも、入っていますね。はい。そしてペッカ2体、ゴーレム3体ぐらい入ってるんじゃないかな、これ。ということで、もう40で草にゴリ押しされてしまうと。そして、全開に向けてですね、左側、右側は、ゴーレムとウィザード1体でやってるという感じです。中心部にはゴーレムが、1体、小ゴーレムが2体入っているという状況で、ペッカがこちらの大砲を破壊しましたね。これもでかかったかなと思います。そして、アーチャークイーンの射程によってですね、壁を越えなくとも、自分のですね、防衛施設がどんどん破壊されてしまいます。これ見ていて、ダメでしたね。これ私ですね、攻められてるところをライブリプレイで見てたんですけれども、よっしゃ、アーチャークイーン、青壁殴ってるぜ。これ星さんねえだろってね、思ってたんですよ。で、なんか防衛施設、大砲上に1個、下に1個、まあ、アーチャータワーもあるし、いけるだろうって思ったら、まだね、ロイヤルクロークが入ってるんで、あるんですよね。で、ここでロイヤルクローク打ったんですよ。なので、あ、これちょっと敵焦ったなって思ったんですよ。しかしロイヤルクロークが解除されたタイミングでゴーレムがね、こう歩いてくるんですよ。本当にね、歩いてくるんですよ、このタイミングで。そして、ですね、その迫撃砲とかのターゲットを取るんですね。まあ、迫撃砲のターゲット取ったところは別にどうでもいいですけど、正直。まあ、このようにしてアーチャークイーンが奥のね、施設までも破壊してくれると。そして、ここの大砲が残ってるんですね。残ってるということで、ゴーレムさんが先に歩いてくれるんですよね。こちらの防衛施設、こちらの施設を処理している間に、ゴーレムさんが歩いていると。要するに分かりますよね、皆さん。アーチャータワー、これだけしか施設、ヒットポイントないんですけれども、はい。もう大砲が撃っちゃってるっていうね。なので、ターゲットが取れてしまっているんですよ。これね、偶然って言ったらダメですよ。クラクラにた、これ、なんとかだったらとかは通用しないので。まあ、これはもう本当プレイヤーさんのね、実力なんですけれども。これ本当に、ちょっと流れを見て終わりたいと思います。いやー、うまいなー。うまいというか、なんだろうな。最後はちょっとゴリ押し感ありましたけどね。まあ、正直。でも、この、まあ、私の施設ですけれども、ね、インフェルの、巨大クロスボウカンストしていて、対空砲はまあ意味なくとしてもカンストしていて、クランの城カンスト。で、まあアーチャークイーンとババキンいて、援軍が、こちらの援軍がいなかったんだ。いたのかな、わかんない。わかんないです。ちょ、そこはわかんないです。いや
そしてアーチャータワーもねレベル12でウィズ島もカンストしていて、まあ、大砲は単砲、単砲、大砲と、迫撃砲は単ホール9レベルですけれども、いやでもこれでもやられるかなっていうね、ここまで。いやネクロマンサー死んでないんですよね。でペッカがねさりげなくいるんすよね。いやまあクラクラにほんとね、なんとかだったらとかほんと通用しないですけどね、ほんとショックだな。いやもうほんとショックでした。ちょっと私のですねエピソード語らせてもらいますけど、ほんとね、まあ、私ね、トロフィー3500に乗ったわけですよ。そしてもうすぐさま私ツイッターに行きました。援軍確かもらったような気がするんですけどね、すぐさま、すぐさまですねそのツイッターに行ってスクリーンショットをですね上げたわけですよ、トロフィー1500行きまして、あ3500行きまして、トロフィー上げっていうのは自分の好きなベースを、自分の得意なベースをひたすら攻撃して、ひたすらもうなんかこう攻撃することでーすとか言ってたんですよ。私のツイッター見れば分かりますけどね。それをツイートしてる間に、なんとかなんとかから、攻撃を受けています。でだって送るわけですよ。まあどうせ防衛できてんだろうなみたいなね、まあどうせはい来ました来ました、上がっちゃいますよ上がっちゃいますよ思ってたんですよ。したらね、まあなんか来るわけですよ。で皆さんいいですか、あもう雑談なんでもう飛ばしていいです。いいですか、この編成来た時にあゴーレム多いなと思ったんですよ。ゴーレム多いってことは最初に説明したようにですね端にそれるので、あのゴーレムが多い分この配置強いなって私一人で思ってたんですよ。なんであ余裕っすね、来ました来ましたと思ったらもうこの瞬間絶望っすね。この瞬間絶望です。あれあれゴーレムちょ数多くね、あれ真ん中多くねみたいになって、であれいやまあさすがにまあ星に取られちゃったよ、まあしょうがねえ、まあ星2ならまあ許すかと、まあ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 みたいなね思ってたわけですよ。そしたらねあれあれちょっとやばくね、ゴーレム1体あれあれアーチャークイーン射程長みたいなね、あでこうでよし、まあ、青壁だからな、俺の大事に育ててた青壁だからみたいな思ってたら、あれこうすぐなんか壊されちゃって、でなんかこのなんかロイヤルクローク使われて、この時点でちょっと相手焦ったってさっきも言いましたけども思ったんですけど、このゴーレムさんのねこの立ち回り、このゴーレムの立ち回りですよ全ては。本当にまあ全てなのか分かんないですかね。ここでゴーゴーレムが来てなかったから、ゴーレムが上に行ってくれてたらまた話は別だ、まあそういうことは言ってもしょうがないです。うん、ということで今回は星3取られてしまいました。非常にね、うまかったです。もう敵は本当にうまかったです。ということで私もトロ上げはね、まあ、まったりやっていこうかなと思っておりますよ。ということでご視聴ありがとうございました。